の人いらっしゃいませ、峠湖到着。コメントはつながってる状態で峠に来たな。音声は言ってますか、言ってませんか。電波良くなってる、じゃあ前に比べると。ここは久里峠。この括弧第6点って必ず書いてありますよね。書いてありますね。この点っていうのはあれですかね、山のピークの名前なんですかね。ありませんか。あ、私花粉症はまだはっきりと発症してないです。こっちに書いてある。あ、本当だ。よ、そこの黄色い看板の左下に手書きで、よーっと、あ、音声通ってる、すげえ。前より良くなってる電波が。あ、動いた、嘘。すごい。じゃあ、標高550メートル。マジで。じゃあ、ひさり峠映像配信できるようになってる。今ここはプロ棋士だけつながるみたいです。サーバー側の問題かな。素晴らしい。そろそろグラハムロボの世界の料理ショー始まりますか。 グラハム誰だっけそれ。土砂崩れのため通り抜けはできません。そう、通り抜けできませんの、その運の下にですね、小さい手書きで人、中点、自転車は通行かって書いてあります。ラグ、ね、あ、ラグはありますか。まあでも配信できただけでも素晴らしい。軽トラ、そうですね、軽トラの運転にあって、でこっちにあの、なんだろう、ジープじゃないけど、あ、パジロか。ラグある人は更新してみよう。というわけで、じゃあ下ります。そう、奥ゆかしい、実際奥ゆかしい。やった。土砂が崩れて電波の通りが良くなったかな。どうしたらいいや。でもなんで良くなってんだろうな、微妙な良くなり方だな。途中やっぱりあの声しか通らなかったりするとこもあるんですよね。まあでもこの山の中で通ってるだけでも十分か。うん、今のところがあの自転車で普通走るところのピークです。本当は上の方に山頂があって、そっちまではまだ標高差300メートルぐらいあるはず。山の逆側の電波状況がいいんじゃないですか。こっちはそうですね、あ、どうだったっけ、高松分校で放送をやってた覚えはあるんだけど、途中はあったかな。確か初めて放送した時は分校から再開したんじゃなかったっけ。ここ下るところは映像残ってなかったはず。今回 GoPro で撮ってるのでバッチリです。このいらんことベラベラ喋ってるのを除けば。ギリギリ繋がってましたね。すごいな。結局あの延長失敗もないし、山道、まあこれは山道ですね。これはあのコンクリート舗装ですね。ん、コンクリートかな、コンクリートでいいのかな、この道のことは。あのアスファルトじゃないやつ。山の北町に入ったとこ。山北町に入ったんじゃないですかね。確かさ、あのさっきのとこがあの行政区会境だったと思うので。え、今これも今の映像来てるんですかね。すごいな。ベロ、これはコンクリート。これはコンクリート。来てます。あ、来てます。すげえ。これはいい動画になりそうですね。これはそうですね。設計したら、したら、これはあの春に菜の花が綺麗な時期に来たら最高ですよ。また春に来よう。ここだったらもう輪行して、ただここに来る時の輪行の1個ネックがあって、町田の乗り換えが長いんですよね、歩く距離が。あそこを今日この自炊装備付きの自転車袋とあのパニアバッグ担いでくるのは結構骨でした。カクカク動いてますよ。 FMLE で繋がってたらよかったですけどね。まあ贅沢は言わないでおこう。で こっちの道はですね、分岐がいっぱいあります。看板に従って行けばすぐに駅まで行けるんですけど、山北駅まで。そうで、前来た時は自走だったの、そういや。で、ここから予定ルートでは、てか多分こっち行かないと分校行けないですよね。で、あの秦野さんがまたこういうところ走らされるわけです。大丈夫、2週間前に走ってます。ですよね。こっちから来てますか。これ完全舗装路だけで行けるんですかね、向こう側行ったら。わらわら。私は向こう側。戻る感じで。ええ。確か道は繋がってるはずです。ああ、私確かこっちかほとんど行ってないはず。文庫に寄らずに確か下ったことは一度もない。
あれ日比谷にもあったっけ。でこっちは砂利道です。クラシックレースだと思えばいいと思うよ。クラシックレースですよね。それがどういうものか知らずに行ってますけど。そうクラシックレースめいた感じで。最近のところはコンクリートですね。少なくとも私がコンクリートと思っているアスファルトじゃない別の舗装。めっさらぐある人がいる。クラシックレースで1日レースのことじゃ。1日レース。そうだね、クラシックレースだと思えば知らないけど。うん、知らないけど。あんたも知らんのか。今ここはですね、プロ棋士の方の URL だったらつながるというコメントがさっきありましたが、どうでしょうか。どっちもつながらないようだったらチェックします。今ここ切れてる。今ここ完全にダメですかね。出てない。あ、じゃあ見るか。じゃあチェックします。あら素敵な山並み。そう、向こうの山並み、こっちから見てるのはどれになるんだっけ。足柄とかじゃない。そうか。ここずっと切れてる。あ、ずっと切れてます。すいません。じゃあ出し直します。いい小石だ。どこかで犬が吠えてる。どこかで動物が鳴いてる。この距離からこれで今ここを送り直しましたが、もしかしたら休日でサバが混んでて落ちてるのかもしれません。やった。そしたらもう私の方ではどうしようもないので。私に文句言うな。あ、すいません、私の方の問題でしたか。あ、ヨリキから徒歩か馬で移動したんだよね、昔は。なんで切れたんだろうな。徒歩馬、そうですね。ここっていうのは昔から使われてた道なのかな。前回放送でこっち来た時には高松分校の雲の、そうなんですよ、道が途方に暮れる。そうかな、そうかな。高松分校跡の横に住んでるおばあさんと話をしたんですけど、ちょうどその時放送切れてて、というか放送切れた後放送再開せずにおばあさんと話をしてました。あ、そういえば店といえばなんとか商店っていうのが地図に載ってますよね。私が覚えてる限りだと店ないんだけどな。そうそう、今回もルートを引いてて、あれこんなとこに商店あったっけって。高松商店っていう、あ、羽田商店でしたっけ。どこだったっけ。こんにちは。そうそう、地図だとこの辺りに商店が載ってるんですよ。羽田、これかこれか。もうすぐ。ちょっと探してみるかな、せっかくだから。左だね。左、ん、あ、その商店ですか。この辺りか。ちょっと今 Google マップで見てみます。あ、本当だ、左入ったところ、この建物ですね。商店としてやってんのかな。何商店。羽田商店って書いてあります。羽田商店か羽田商店か。ちょギア、ギアが先行左にあるよ。これですね。うん、腐葉土みたいな。ああ、一応商いはしてるけども氷とかそういうのじゃないのか。うん、なんか日用雑貨売ってる店じゃないけど物を売ってるとこではあるんですね、きっと。これか。でもこういうのがあるのも今まで知らなかった。こっちが通ってなかったからな。なんか燃料店とかそういうのに近い感じなんですかね。商店っていう名前。うわ、あ、木くず。産業廃棄物処理種類、木くずって書いてある。
あ、なるほど、この辺りあの林業で動物の糞尿とか、うん、なんかこれ堆肥っぽいですよね。あとよく見たらこの車なぜかこれ、その高いとこじゃない、商店に商品を合わせてくれ、トムと商店よりすぐ近くの路上にある、こっちちょっと入ると電波なくなるのか、この車たちは何なの、この車たち何なんでしょうね、右のは86か、すごいな、今映ってますか、 S2000 に動くのか、 S2000 どれのこと、あ、右側の手前、青い車の前、ん、青い車の、 あれですか、パルサーの前、私今こっち登ってくるときは全然気にしてなかった、そもそもあの目に入ってたけど頭に入ってなかった峠の走り屋さんかな、峠のでも動いてないですよね、トレノってこういう感じですか、トゥルーノー、トゥルーノー、つまり本当に拒否本当に断る何度も通ってるけどここに車がたくさんあるなんて全然思えてなかった、本当に興味もないものって見えないんだな、スタック、多分どれも廃車なんですね。サニーハブ、トレノ、うん、なんか今トレノってのありました。他にもあったのかな、トレノ。あ、そう、この辺りか。あ、もう菜の花咲き始めてるというか、単にこれ時期外れのだけか。この辺りがあの春になるともう本当に真っ黄色なんです。メルセデス。もうありましたか、今。パルサーじゃないかな。パルサー。リトラクタはトレノだっけ。リトラクタ。用語は一つもわからないあのさっていうのは、ね、ライトがパカッてある、あ、リトラクタブルライトの、なるほど、リトラクタブルライトってあのデコチャリというか昔のあの電飾チャリにもそういうのがあるはずなんで、確かそういうのがあったはず、リアルタイムで知ってたんじゃなくて最近なんかあれはなんか青葉自転車店かなんかに出てきたのかな、リトラクタブルライトっていう言葉は、車も今の高松分校っていうところに向かって下ってます。そこで確かベンチがあったはずなんで、そこを借りして日に当たりながら野外料理でも、料理って言っても本当に、ん、 P38、 あ、パルサー P38 か、8かって言っても今のそれはワルサーだ、あ、来た来た、ポタファイ忘れ、あ、切れた、高松文庫上から 見るの、そういうの今まで見てなかったな、見えてたんだろうけどな、この季節じゃないとある意味見えないかもしれない、ああ、木が茂ってて、ここで S2 とはジャック・バウアー、ジャック・バウアー、俺は詳しいんだ、そう、俺詳しいんだ、それあの忍者スレイヤーの負けフラグとして、私はあのウィキで読んだだけなんで、実際にその言葉が出てくるのはまだ読んでないです、俺は詳しいんだ、あの死亡フラグ、あの世界でいうところの世界では言ってないんだけど、そう、忍者スレイヤーのフリークたちが、忍者スレイヤーヘッズと呼ばれている人たちが使う言葉ですね、デスノボリ、いわゆる死亡フラグ、それ英語と日本語を逆しただけだろう、何この縦列駐車、縦列駐車、そうですね、もはや取り出すことができないぐらいの重列車でしたね、しきたりがあるからね、そう、しきたりが、友情、友情そう、仲間意識を確かめようための言葉がカタカナの友情、また微妙にネタになるところで画面が止まってくれたな、ネタになるところで、プロはロボさんが走るような道の景色は見なくても頭に浮かぶ、ん、プロ、あ、それはなんかそういうネタなのかな、それ、あ、その言葉は知らないな、ほう、いるか、私もニュービーですので、ニュービー、んいるか、お、堆肥の匂いだ、この辺り牧場っていうか牛飼ってたかな、確か、S2000 数学は何だ、なんかの記号か、あんまり車が没収されたとか、氷がどうなったか気になるぐらい、ああ、凍ってたところが到着、
旧高松分校、旧っていうの前からちゃんと書いてあったかな。このベンチとかが整備されたのは確かまだ学校が あった時、あの子供がいた時の。どうですかね、電波復活してないですかね。いや、やっぱりあの旧高松分校で看板前なかったと思う。2年前ぐらい行った時には。ですよね。覇者到着。来た後かだかにいろいろちょっとサイトで調べたら、ね、そこには書いてなかったんです。それが何年前だったかな、3年前とか。部品取れるだろうね。その時は旧高松分校とは書いてある。あ、自炊にあつらい向きじゃないですか、完全に。やっぱりここ、そうや、前この上で昼寝したんだったな。確か島田さんとかと来た時に、お、あ、カメラ下が土だから。あ、上り全然来てない。あ、配信できないか、これもしかして。高松分校到着。しかし、上り速度が限りなくゼロ。高松分校到着。しかし上り速度が限りなくゼロ。パルサーだろこれ。パルサー。513メガカラテ。これじゃあ配信しながらの自炊ができないじゃないですか。いや、寒くはない。まあ配信できなくても自炊するんだけど。これはポタファイをなんか到着しましたが、しましたが、到着やった。そうですね。ここでのんびり自炊したら面白かろうなと思って。限りなくゼロ、悲しみ本線。そう、限りなくゼロ、これだけは来てる。あからさまにゼロなのだ。ちょっと、あ、いや、限りなく今コメントで打ったんですよ、私が。打ち込んだんです。どこにあるんだ？電波どこにある？そういや、前ポタファイ忘れて走り出したことあったな。この辺りでどうだ？自分から電波。いい、綺麗な縦列だろ。分校到着してるんだぜ、これ。ダメだな。ドアへこんでる？ちょっともうつなぎ直してみるか。ちょっと一遍、じゃあ映像みたいですね。おかしいな、前ここ電波あったのにな。山の方はあったですけど逆でしたね。てかここはどっかあるはず、どっかにポタファー置いたらできるはず。ダウン速度はまあそんなにひどくはないんだけどな、下り速度は。異国ってどこの方言？異国、私わかるけどな。再読み込みしてみろ。動かなくても画面して。ダメだな。イグネットスラングでしょ。電波どこにある？いや、前ここで発信できたんですけどね。お、大犬のふぐり。大犬のふぐり。名前がひどい、大犬のふぐり。おっと。ダメだな。アンテナ整備ができてない国がやれ。地図レイヤーでは電波あるはずなので、周りをうろちょろしてるので、いかやく。うろちょろ、命探してます。最後の一葉。グラマたちのたたりじゃないな。なんでだ、前普通に繋がってたのに。右の白黒はパンダ。特に苦労せず繋がっていたのに。トルエの白黒、トルエのって書いてありました。トレノ、トレノ。ダメだな。じゃあポタファイ再起動してみるか。
ポタファイオサイキトウシテ見ますと、まだ異国行ってんのか。タファイオ再起動してみます。よし、この車は廃車だな。ナンバーがない。捨ててある。録音もちゃんと続いてるな。やっと。じゃあ YouTube の動画の方はついたままで。友達の方だろ。わら。停止。で、起動。あ、すぐボタン押してもダメか。起動。ログアウトしました。再接続を開始します。こうするとなんかそのフォーマの回線が接続がリセットされてたまに改善することがあります。なんか物理的なっていうよりは帯域の制約がかかってる感じなんですよね。で、今これあの動画の方に行ってます。あんまりゆっくりしてるとトイレがないからトイレ行きたくなってしまいますね。今まだ大丈夫なんだけど。校舎の中のトイレは鍵閉まってますからね。あと使ったら誰も掃除ないから まずそうだし。お、ん？あ、繋がった。さあ来い。さあ来いというか反応しなくなってる。IP アドレス今日配信ツールがハングしてる。一旦切って、起動し直して、配信ツールが止まりがち。枠が取れたよ。で、こう、こう、お、上り150、お、お、ホイールがついてるから捨ててる。300、200、あ、いけるか。お、滑らかに来てる。上り200、あ、これ FML いけるかもしれない。復活したばかりですけど、あの FML 試してみたいと思います。のでちょっとお待ちください。今電波バッチリじゃないか。単になんか回線上の制限だったみたいですね。そう、あの高松分校跡です。もう今 あの廃校になってから5年ぐらい経つかな。4、5年ぐらいかな。じゃあちょっと FML にしてみるのでお待ちください。軽音です。何が遊ばない遊ばない。ロボさんが初めて来た時はまだまだあのやってる頃、子供たちがいる頃でした。確か授業やってる声も聞いた覚えがあります。あれは確か平日に休み取った時だったんだよな、子供たちがいたってことは。そうですね。これで今ここも来たね。あ滑り台、スク企画を移してください。スク企画を会社にする企業があるよね。ダメだこりゃ。会社とか、まあ、そこにあるけど。よっとっと、これでつながれ。よし、
これで速度は、あ、そう、自動無料延長が危ない危ない。よし、バッチリだ。よーし、ぬるぬる動くぜ、ぬるぬる動くぜ。お互い持ってかなくて大丈夫。あ、もうそこでやるんで、これでバッチリだろう。どうですか、ほら。道の端にあった車遠くでずっと場を繋いでました。ふう、車遠く。それしか映ってなかったみたいですからね。よーし、じゃあ自炊するか。でもちょっと上り速度は不安定ではあるな。よーし。そう、2回転ぐらいだったら私もまだ私の三半規管でも耐えられる。素晴らしい技前。太陽の向きはこうだから、あ、水あります、バッチリ持ってきました。うーん、どっち向きから放送、あの、配信した方がいいのかな、これは。タイヤが夏い。ん、そのタイヤ、このヌルヌルは天国に思える。あ、この、あ、飛び箱風の鳥コロール的な4色だけど。車がなくなった、笑。車消えました。車も春が後方です。炎の、じゃあちょっと待ってくださいね。あの、カメラの位置を決めるので、ちょっと一旦離れます。ガンダムカラー、あ、そうそう、ガンダムカラーですね。じゃあまずはここに置いて、池袋？この辺りで、こっちの方でいいかな。ここで、こうして、こう、こんな感じでいいんじゃなかろうか。この上にテント張ったら、おお、危ねえ。危ねえ。危ねえ危ねえ。投げ振り40年投げ。危ない危ない危ない。ウィンドブレーカーはずっと来てるんですけどね、ウィンドブレーカーの下の、なんだっけ、フリースを外した状態です。まあ、廃校だから、公共施設的で今誰も使ってないわけだから多分大丈夫だと思うんですけどね。しかもこの入り口のベンチだし。鍋奉行はどっち？鍋奉行、これで入ってるかな。こうして、で、ここにで、調理をすればいいですね。ちょっと近すぎるかな。この時期でもそのグローブで大丈夫なんですね。ふい、男の料理。で、延長は、あ、できてます、大丈夫です。で、材料費は2人合わせて1500円ぐらい、違う、1300いくらぐらい。お安くないです。意外にお安くない。まあ、インスタント系いっぱい買ってきましたからね。何件これが高かったんじゃん。これは
200円しないですか。行った方が安いとかなしな、わら。そうそう、食堂で買った方が安いとか言うな。外で食べるのに意義がある。大好きドタバタクッキング開始。なんか高いね、豪華食材。よし、高級食材を使用して。そう、高級食材、なんかって国産ハーブ豚ですから、国産ハーブ豚。あ、こんにちは。ワイルドだ。ダメよ。確か 4,5 年ぐらい前にこれ廃校になってるんですよね。5年くらい前まであった。ええ、前来た時はまだ子供がいました。ええ、今通りかかった配管の人たちと話して、よいしょ。肉は、なるほど、ハーブだけ、国産ハーブで育てた豚と。シート、そうですね、そうですね。合法ハーブ、合法ハーブ、合法、ほとんど違法、ほとんど違法。うん。あ、高松文庫。向き的に高松文庫がちらっとしか映ってないのがちょっと絵的にもったいないけどな。結構、まあそうですね。ちょっとこの辺りにマイク置くか。あ、音声が小さくなってるのはどうしようかな。FML 一旦止めてやるのも怖いから、すいません。ボリュームを上げることで対処してください。お願いします。で、ホイコーローとスープ系をどっちを先にやんなきゃいけないかというと、どうだろう。ホイコーローはフライパンで作って、それが熱いうちにスープもすぐに沸かさなきゃいけない。どっちがスープとホイコーロー、どっちが先に完成する時間が短いか。ホイコーローの方が短いですかね。短いですね。じゃあ先に湯沸かして、湯が沸くかどうかっていう、うん、うん、校舎、あれ小学校です。どっちに映ってんだこれ。こうか。私が隠してたのか今。高松山の高松分校跡。で低いと、ん、中に、あ、今中に入れないです。あの窓が一部破れてるんですけどね。今はどこに、どうだろう、松田の方じゃないかな。高松分校の本校は山北なんですね。下って川の向こう側に本校の小学校が。あ、そうなんですか。あの左側の。この辺に住宅はありますよね。住宅いくつかありますね。そこになんかケミカルなんとかって書いてある。ケミカルなんとかと。十数軒ぐらいあるんです。うん。はいです。左目。じゃあまずは湯沸かして、たっぷり沸かしときましょうか、冷えにくいように。あと、あのガスボンベも100均で買ってきたんで、途中で切れても大丈夫です。
お湯が沸いたらあのカップヌードルだけ先にお湯を使わせていただければ、ね、3分かかるんで。あ、そうそう、フクロウの。あ、これ。あ、お、あ、取れるんだ、それ。これでも数年前の映像だと、ね、ここにいるんですよ。ああ、そこの泊まり木のとこに。取れちゃったですね、多分。あれ？あ、閉まった。全然閉まってなかった。あれ？こうだよね。ちょっと微妙に傾いてるな。カメラがあります。これ見ると分かるんですけどね、ここ見ると見えますかね。いや、心臓爆裂音、みんなボリューム上げてるから。見えん。あ、全然映ってないや。よっ。ん？これは打ち上がるのですか？何が？火力はそんなに強くはないんじゃないかな。確認。爆発資産。危ない危ない。あれ、なんで今穴開かなかったんだ。これ穴が開いて間違いないはずなのに。よいしょ。よし。危ない危ない。なんで今ので穴開かなかったんだろう、シートに。あぶねえ、台無しになるとこだった。しかもよりによって傾いてる方向に。危なかった。危ない危ない。なんかしら、そうですね。本当台無しな。危なかったですね。じゃあこれ寒いと。あれ、クックドじゃなかった、トップバリューの方買ってきたか。
しまった10円高いクックドゥの方にして高級感出そうと思ってたのに。あ、本当だ。128円のトップバリューの方買ってきてしまった。BB 弾が溶けて、あああれか、下にあったやつか。これなんか肉が肉跡みたいですね。じゃないか、別に炒めておくってことか。なるほど、そんな面倒くさいことしない。野菜先に炒めて別に取っとくみたいですね。家でもそんな面倒くさいことしない。しないしない。物にもよるけど、やるときもあるけど。あ、ペンタ一旦持ちましょうか。あ、こっちが楽な方から登ってきました。で、こっち降りてきて。あ、キサリ峠。あの、百里峠って書いてキサリ峠って覚えて。あの、反対側から降りてきた。こっちから登って結構きついんです。あ、なるほどね。登るんだったら、向こうの方から。シャクトリムシのシャクに里って書いてヒサリって読むんです。ヒサリ。そこあっち流れてる川もあれヒサリ峠って言うんですよ。全然読めないです、それは。難読ですか。今ちょっとあのバイクの人が来てたんで話してました。まあ誘惑まで時間あるし。まだお湯沸かないですね。時間かかるな。あ、雪全然ないですね。なんかバイクの人があの自転車で今度マウンテンバイクで走り来るための下見に来たって言ってたんで、反対側から登った方が楽ですよ楽ですよってなんか随分押しておきました。気温がそうですね、この
お気をつけて。カウンサプラからさ、置いてあるのかな。2月の上旬からって書いてある。2月の上旬からって書いてある。あ、気をつけて。横浜の人同じじゃないですか。ですね、安定バイクで。まあ、横浜っても広いけど。自走なのか。そう、女子の人でした。どうだろう、30行ってないぐらいの、行ってるかな、行ってないかなぐらいの人でした。だね。そう、バイク女子の人でした。マウンテンバイクで来るそうです、今度。木だからいくら暑くても大丈夫かな。電話番号、あ、でも名刺ぐらい無理やり渡してもよかったかな。ん？久しぶりの、そうですね。ん？何が久しぶりなんだ、一体。放送的にってことか。あ、そろそろか。来てる。エスコート、そう、あわよくば。お、湧いてきた、湧いてきた。横浜さん、ひどすぎる。名前が人すぎる。あのもずくスープの、もずくスープはどうしようかな、入れとくかな、とりあえず。山北さんか、波動さんみたいに朝場所の名前を普通に付けられる。あ、ライバッテリー切れたな。予備あるけど、後で取り替え、うわぁ、取り替えよう。いや、待って、GoPro が心配だな。もうすぐ3時間。てか、バッテリーがもう切れかけてますね。そうGoPro の何が、充電は始まってるけど不安だな。2アンペアの方にちょっと何書いておくか。じゃあ私ももずくスープにお湯入れてからハイライトいきますか。そう、本日は、あ、なんだよ、ん、あ、木の油が、あー、本当だ、べったりついてる。べったりっていうか、あの油は見えないけど焦げ茶色のものがあのプツプツついてるのが、ついてる。あ、ベトベトする。これは滑らした、これでついてなんとかなるかな。ペリって言ったもん。これで、あ、うわ、こんなん見たって分かんないですよね。花野さんが座ってたあのこれ、これあれ、樹脂が浮いてて、樹脂がにじみ出してきてて、木の油が、こんにちは。で、花野さんの尻があんなことに、この茶色の茶色のもので尻のところにくっついてるっていうのが良くないな。取れないですね、やっぱ油だから。くっついちゃう。見た目にかなりこれは厳しいな。結構匂いが
あ、あの木の匂い、松ヤニの匂いが、松ヤニの匂いがやられた。木のヤニ、なんかパッと取るものないですよね。あ、で、みたいな。あの結構色が黒に近いんで。よいしょ。びっくりした。うわ。多少汚れ落としにもなる。ネタとしては高いネタだな。液体洗剤か。で、これはもう本当はすごい匂いがする。あ、そっか、下対したから脱いといた方が逆にいいかもしれない。とりあえず脱いで。あ、なるほど。さて、じゃあやるか。これは確かに、重しになる石の準備。石か。油油油油。豚こまの油でいいか。ああ、グローブ邪魔、グローブ邪魔。フライパンは、うわ、肉多いな。もう一段ちっちゃいやつでもよかったよ。というか、フライパンが小さすぎるんだ、3人前に対して。肉は、そうですね。あ、結構火力負けてる。はい、ね、映ってるかな。こう、あれ、どっちだ。こうか、こう。おー、いい音。もうダメだな。そう、なんか洗濯してるレベルじゃないですよね。クリーニングに出してどうかっていう。まあ、安いもんだからいいけど、ダメだ。自動で帰ればいい。それのために。そのために、そして誰に見られることなくいい。コメントがあまり聞こえなくなってきたな、肉の音で。ああ、それコメントがあまり本当聞こえなくなってるな。あ、そっか、サドルにも。でもサドルはまあ取りやすいと思いますけどね、汚れは。意外と火力負け気味。少し風があるから。ん、わあ、サドルは、ガス洗わないと。で、ついでに暖を取ってる。そうそう、風防やっぱ欲しいですね。で、私の声もあまり聞こえてないか、位置的に。
なかなか肉が炒めきれない。風が弱まると一気に焼けるな。あ、そろそろいけるかな。ん？そんなのもう焦げてるですよね。あ、これはもうそろそろ終わりかな。悪い風よ。よし、じゃあキャベツ入れます。これでまだ半分。これは肉を別のところに取り分けておいて半分ずつ作った方がいいな。肉半分、肉半分、肉半分ずつ。ああ、やっぱりこれ一人用のフライパンですね。野菜洗ってない、洗う必要なし。まだ肉生のとこあるな。カット野菜なんで。もうちょっと押さえておいてもらって。ちょっと油入れる。オリーブオイルしかないけど。ホイコーローにオリーブオイル。あ、テープか。でも木のテーブルには多分張り付かないだろうからな。もうそろそろいいかな。じゃあホイコーローの素を半分入れて、ごま油洗った。ごま油入ってない。
ちょっとだけ開けて、そう、炒めるの意外と時間かかりましたね。こんぐらいかな。うん。そうそう。野菜がパリッとしてないな。よっと。まあ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 。見た目まあまあになってきた。ん？先週千葉で配信はしてないです。完成、完成。よし。さて、カップラーメン。ああ。だいぶ経って。なんか下に敷くものがあると。これをこうして。ちょっとまずいよ。で、あ、これ開いてもらっていいですか。出来上がり。トップバリューの128円のホイコロの素。でこれ。もう一回行かなきゃいけないんだけどこれ。最高の生徒たちご飯だよ。よし。うまそう。じゃあ。じゃあいただきましょうか。オリーブオイルはもうしない。結構オリーブオイルの匂い入っちゃったと思うんで。結構言いましたよ、大胆に。おにぎり、よし。その時やめろ。写真は撮りますけど、ちょっと光が強すぎて何が何だかわからないな、これじゃあ。しかもこのホイコーローはあの2回分だから2回分っていうかあのもう1回あるから。あ、まだ食ってなかったですね。そういや、そうカップラーメン、カップラーメンだいぶ汁吸いました。いや、それどころじゃなかった。それを見せてやってください。汁があんまり見えないですね。もうないです。下の方にある。10分ぐらい経ったかな。10分ぐらい、10分ぐらい。ここはあの高松文庫跡っていうちょっとした山の上の、あ、そうだ、これは HDR オンじゃないとダメだな。よっ、ズボンのことでそれどころじゃなかった。あ、そうでしたね。じゃあいただきます。じゃあ、 あのラーメン食いながらこのホイコロも食ってくださいね。ちゃんとホイコロは2人で食べますよ。うん、うん、ホイコロはパリッとしてないけど、まあ普通に食えます。美味しいじゃん。うん、うん、
テントどうだろう、止まるのはどうだろう。うん。一度レイというキャラクターの持ち方、人はバイクは結構来ますね。2台。うん。うん。うん。譜面組。あと、あの、霊越号っていうキャラクターの持ち方。行儀。ん？埼玉で何配信？うん。うん。無添加ケーキ配信、いや、してないですね。誰だろう。そう、ネタが、私42歳ですから、あれ 43?2?42 だろう。サバラ、サラバのやつか。うん。そうですね、割とこういう頃は、サクッと食えますね。ああ、そう、年齢が1、2歳の範囲で分かんなくなるんですよね。ああ、あったかい。スープはまだ、あんだけ炒め時間取ってても大丈夫でした。まだあったかい。てか熱い。全くどうでもよくなってますね。もう気にしたら負けっていうレベルの年代なので、年齢なので。汁出てしまいました。ん？あ、本当だ。カップラーメンの底に汁がカップヌードルの底に汁が発見されました。ん？うん、このシチュエーション、うん、ん？はいはい、うん。あ、そう、体重まだしばらくかかってないや。で、じゃあ2回目行くか。うん。88年。滑り台か。学生さん、いつもありがとうございます。やった。そうですね、電子レンジがあったらな。ご飯もちょっと考えてるんですよ、やりようがなかったっていう、うん。ご飯はあの温めるタイプの買ってこようかと思ったんですけど、さっきのあの鍋の中にとてもレトルトパックとか入らないんで、諦めておにぎりしました。おにぎりパックに。電子レンジ必須なのに。ん？あ、私はもう山北から帰ってしまうかな、時間的に。俺松田まで出ますよ、小田急なんで。そうか、松野まで行ってしまった方がいいかな、うん、私も。あ、いや、私はあれだ、神津まで出て JR で帰った方が楽だ。その方が楽、乗り換え的には。ん？発電機欲しいですね。発電機は電車乗って神津行って、うん、そのまま。まあ、松島つった、ん？松田会でもいいんですけど。あ、まあそうです。うん。やだよ。もうサイクリングじゃなくなってる。さて、じゃあ、飯盒炊さんですね。私はもう米炊くっていうのを、最初の頃大失敗して以来、もうスープに、あの、パスタに逃げて、もうそれ以来ずっとやってないんですよね。じゃあちょっとスーパー高いうちに飲み切ってしまってから次のホイコロ行きます。松屋にパワーすごいです。お湯
ああ、うん。全然ダメです。入っちゃった。諦めた。お。あ、洪水がゴールした時ですね。あれ、構図は、確か湘南台登った時かな。うん。さて、やるか。ガスは、あ、まだある。産地のもうその時間ですかね。通りに着いたのが1時だったのに。いいよ。ん？太陽で。いや。うわ。いいかも。ああ、テフロンだからこんな油意識しなくても旨味入れば使えばいいじゃないかな。いや、もうある程度もう肉は炒まってるんで、野菜炒めてからインタビュー。2品目ホイコーローです。1品目のホイコーローとはまた別に。ん？動きがそうかな。風さえ吹かなきゃ火力結構あるんだけどな。ん？遠隔操作。あ、小さな。あ、それもあるでしょうね。ゴープロ大丈夫かな。やっぱりゴープロは充電しながら使ってても途中で電池が切れる。使い続けていると。音がしないなぁ。風さえ防いでれば。ん？江東区、知らん。あ、そう、高松山の、肩の峠を越えて今山北側に下ってきてます。風よけ欲しいな、これ。私ももうちょっと左側カバーできると。ここにいれば。ええ。いや。ん？なんだろう、ニコ生芸能界的な話かな。断密、断密って文字列自体がわからない。人名なのか、それ。ん？料理してるのにコメントくそいの。ああ、確かに料理の時むちゃくちゃなりますからね。今日は落ち着いて料理してるからじゃないかな。
あ、キャベツ炒めるだけでいい匂いがする。基本的には結構暖かいですね。風が吹くとちょっと冷たいけど、よいしょ。自宅でもちょっと自宅の部屋は見せられない状態なので、見られちゃならない状態なんで。あ、ちょっと風がさっきから弱いな。なかなかいい感じ。やばいものが、ん、後ろで元入れたら洗う、洗う、なかなかいい感じになってきた。音が本気になってきたで ですね。再三返し、危険なので、それは大変危険です。入れよう。ん？なんだってなんだって？おお。いいよ。なんていうか、肉をさっき出しすぎたな。今度は肉が多い。怖い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 。いいじゃないか。よし。もうだいたい多少肉で生っぽいところがあったかもしれないけど、夜は廃校で肝試し。またちょっと風が、まあでももうざっとでいいか。はい、完成。とりあえずこれで完成ってことで。廃校での、それ夜ですね。美味しそう。よし。じゃあ再びいただきます。よいしょ。混ぜるだけだから、これもう見た目はあんまり変わりようがないんですよね。寺田紹介、寺田紹介知りません。ありがとうございます。じゃあいただきます。わらわら。これで、これ影になってるからあんまり 見せられないな。ピントが合ってるかどうかもちょっと画面が遠くて見えない。ピントどこに来てるんだ今。今オートフォーカス中。 OK ですかね。よし。うん、うん、今回オリーブオイル追加せずに。料理は80点ぐらいかな、私個人的に言うと。ほぼこのマックスバリューの味に頼ってますからね。炒めはあんまり良くないと思う。炒め方の
方は。それは料理なんですか？料理、多分。うん。今はあのおにぎり。フライパンを遠くへ投げた時の擬音語は、うん、らしいですよ。腹減ってきたお。うん。ちなみにこの後コーヒーもあります。おねげれ。よ。あ。しばらく腹いっぱいで動けません。おにぎりが食べられないように気をつけてね。わら、岡田監督ですか？あ、岡田監督も言われますね。自転車配信で本格料理するのはロボさんだけ。本格料理じゃないと思うな。あの河原で焚き火してたのは、確か玉子店長さんだったっけ。何店長なんだっけ？卵店長なんでいいよな。あの人の配信の方が料理っぽいと思うな、すごく。いつも言ってる歯医者の先生に似てる。本格風料理。うん。まあ、タレによって美味しいです、強制的に。うん。コロだってそのまま食べると結構濃いですね。うん、あ、なるほど、白米合うわっていう。腹いっぱいすぎる、笑。ん、普通にご飯が欲しいところ。そう、ご飯はちょっと比率的に足りなかったですね。あとはご飯粒でできるだけタレを吸い取ってしまって、最後に紙で拭いて。青空にその服合うね。校庭を走ってお腹を減らしましょう。校庭で大丈夫でしょうみたいな空気になってきた。空気、木更津を走っていましたね。うん、昨日木更津走りました。昨日もなかなか良かったな。バール泉ね。昨日も散々なんか行き止まりにいざないながら走りましたよ。砂利道とかね。そろそろ行き先のサイコロを振ります。サイコロ前回終了ですね。うん、あ、そうだ、お湯をまた追加で。よかさにゃ、昨日の映像はお蔵入りか。あ、昨日映像全然撮ってないんですよ、写真しかないです。豪快やな。ダメだ、舐めきれない。無理ですよ。完食。今日はちょっとこのタレ使ったから汚れ物が多いな。うん、コーヒー。ちょっとまずはあったかいうちに、あったかいうちにこれを拭いてしまって。よっと。ティッシュがなくなるな。クマ、クマ。コーヒーもあんのか。コーヒーあります。クママークが昨日なかったからね。ん？何マークが？ニコ生マーク。ああ、配信してるかどうかですね、多分。こんなもんです。株主特典で運賃割引。あ、どうもありがとうございます。ちょっと油はまあ残っちゃいます。もうちょっと入れたいですね。
よ。200。おかわり入れて600ぐらい沸かしとくかな。時間かかるなこりゃ。またたっぷり。まあ5回分ありますから。5人分。あまりコーヒー飲むとまたトイレがニアになるので。そうですよ。巻き待機までいかなくないですか。そうですね。あ、ちょっとさっきの肉の油が、これは少し炙って拭いた方がいいな。おー、溶ける。あっ、熱い。多少に、あの、生肉臭さはあるけど。まあまあ。ちなみに今日はあのマイクを胸に固定するために買った100均 の、 あの洗濯バサミが9 個、 残った9個余ってます。違う、11個余ってるんだ。2時半か。まあ松田駅あたりまで走って、そう、んゾンビ耳、あ、耳か。全部耳にか。そんなに間違ってなかったな。よっと。あ、待てよ。洗濯バサミで止められないか。よいしょ。そう、突しに来てくれたら11個プレゼントします。うん、そう、ご自慢の iPhone 5 ですよ。あ、今突したらコーヒー飲みます。あ、そうそう、コーヒーも飲みに来てください。高松文庫跡まで。今すぐ。10分以内に。今日は振り返りはどうかな。ネタ的にはもう過去に何度もやってるんですよね。まあ一枠ぐらいで簡単に振り返るかな。昨日はやっぱしない。そうですね、昨日のどう振り返ろうかな。うん、あ、今からぜひ。明日はどうしようかな。行き先思いついたら走ります。あ、意外といい感じで今風が止まってる。バイク女子。さっきの人は向こうに抜けるみたいです。もう車だ。左端、ああ多分そうだと思います。じりじり下がってる。まあざっとこんなもんですよ。このサイズ。まあざっとこんなもんですよ。本当に滑り台ですね。なんか靴の跡がついてて、今それを全部尻で
こすり取ってきました。次は逆上がりを頑張りました。逆上がりは多分できるかな今。鉄棒錆びてます。そうですね。また回りました。あ、それで見えてなかったです。え？コンロで。あ、ちょうどあの回ったところだけ見えてなかった。なんだと。あの回れなかったところは見えたのに、ええ、回ったところだけ見えてなかった。あれで隠れて。そうそう。肝心なところが。嘘。今結構あの脇の脇というかあのここのところ挟んで痛かったんですけど。言ってくださいよちゃんと。もう回っちゃった後戻ってくる時に言ってました。コメント。ああ。嘘。方針が認められない。で、ガスがちょうど終わってますね、これはもう。一応切れるまで使おう。よりによって一応回ったんですけどね、なんか片足から入って変な形でしたけど、一応回ったんですけどね。さあ、すごいな。おお。お尻気にしてもしょうがないです。え？お尻気にしてももう、これでもかって汚れてますから。ああ、そっか。ブランコ、ブランコはちょっとあれ危なそうだな。あ、止まった、止まったかな。まだ音はしてるな。バク転やったら多分なんかどっかの筋が切れるんでダメです。まだですかね、全然。まだ火は見えてるんですよ。かろうじて音はしますよ。うん、完全に使い切りたい。あとじゃあ自宅のパソコンでも監視して。そこに赤いジャケットの人欲しいね。赤いジャケット。あ、色的に。色的にじゃないのか。色的に。お、八甲田やってる八甲田。
遭難編って書いてありますけど遭難前提なんだ、ネロさん、ね、ネロさん今遭難中なんですかね、この物好きが。あ、止まったかな、終了のお知らせ。あれ、なんかあんまりもうだいぶ前から火力なかったのかもしれない、おお、綺麗になくなった。あ、こんにちは。じゃーん、今時じゃーんとか言わねえよ。よし、ニューウェポン、呼吸が来ました。うわ、まだいます、かなりだるかもしれない。違いますね、これですぐ飽きますね。そう、ガスがな、全開の状態から今繋いじゃったんで、これあのダイソーで買ってきました、100円で買い欲しいですね。よっ、まあ、ちょうど飛行機も来てたんで、いや今なんか上に向かって合図しろっていうコメントがあったから、よっ、ハッカリン、ハッカリンはなんかスターソルジャーのマッド動画があったな。うん、下がった、すいません。いや私の方じゃそれ吸い取ったことになるんだな。うん、とりあえず今日は、あ、本当だ、それもなんかかなり切れたらやばそうなやつですけどね。映ってんのかな、映ったかな、これで乗ってますよね、地面横に、結構地面泥のところが、でそれで慣れない感覚、ああ、じゃあ枠まで私もちょっとだけ、壊れそうです、怖いからやめて、本当にあれ勢いでどうにかなるそうです、いろいろ錆びてるから、壊すのもあれだけど自分がどうにかなるのもやばそうだし、足乗りが、あれ立ち上がったら頭当たりますからね、シーソーもちょっと木だし、メインのところが、砂場はない、あーっとですね、あ、裏側どうなってました、そういえば凍ってたところ、あ、まだ朝の挨拶嫌だ、その手の苦手、まだ湧かないな、まあでも準備だけしておきますかね。
うん、プールは確かないです。ここ知ってる範囲だとウサギ小屋あるんですけどね。さすがに、あ、あれゴックでしたっけ、ゴッグじゃなかったっけ。バッケン見せられない。あ、そうそう、文庫。ねぶり橋、ああ、ちょっと汚れが残ってたんで、ねぶり橋って言い方もあるのか。うわ、風で倒れそう。隣の SK 企画、隣？ん？ 6 人分ぐらい。あと何杯ある？あと3杯。3人分。ん？フラッグ。とりあえず中は。ん？道路の向こう側にプール。え、プール？本当に？ご飯はさっき買ってきたおむすびとあとホイコーロー作りました。餌で、この英国人が。この建物の向こう側にあるの？プール。あ、何やってんだ。今スティックの砂糖のゴミ捨てようとして、砂糖はゴミ袋の方に注ぐとこでした。危ない危ない。廊下の一種。事故りました、すいません。脳が、そうですね、脳飼育されるとやばいですよね。なあ、あとでヘルメットかぶったらまた周りぐるっと回ります。油は入っていません。オリーブオイルまだあるけど。あります、プール。え、学校のプールみたいなやつですか？その人が入って泳ぐ用の。そう、泳ぐ用の。本当にプールあるみたいですね。学校のやつなのかな、じゃあ。メートル10。あ、湧いた湧いた。フレイバー。
あ、かき、あ、かき混ぜるやつはここに。あ、見えなかった。あ、ちっちじゃあちょっとまだおかわりするから入れといて。食後のコーヒー、食後のコーヒー、アフターランチカフェ。どこ映ってるんだこれ。これでいいのか。 GoPro の映像もこれです。これです。紅茶、さっきから紅茶アピールが多いな。あっちゃい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 、あっち、はあ、なんかあれですね、こういうとこでコーヒーとか飲んでると静筆な気分になりますね。静筆、あの漢字書けないけど、はあ、あ、マテ茶か。それ昨日私はチャイ飲みました、タイ料理屋さんで。うん、初めて境川。境川去年いつやったかな。静筆、静筆。ああ、どういう意味、なんか静かっぽいって感じの意味ですよ確か。質の意味は知らない。チャイは確かインドですよね。牛乳で煮出した、あれ、牛乳で煮出した紅茶。うん、米びつとは違う。じゃ静かってなんだろうと、また人の名前かなと思ったら、あ、まあでも性質って言ったらどちらかっていうと、まあ、墓場じゃないけど浸透したっていう感じの方が近いのかな。静筆、そうですね、ミルキーというか濃くて、あとかなり甘いっていう情報と、そんなに甘くないっていう情報がありますね。私はなんか甘いやつのイメージなんですけど、頭の中だと人気は、いや、集落の中です。車がちょっと一瞬ぐるっと周り見せましょうかね。もうここに1時間半以上行くと3台ぐらい通りましたね。まあ、30分に1台ぐらい。そう、30分に1台ぐらい車が通る。ちょっと頭にかぶってた。こういう感じのとこです。午後のミルク紅茶、もうミルクカフェ。あ、次にプール見てくるか。後ろ、おぉ、これ切って確かに前通る車から見るとあれですよね、あれ。プール、冬のピクニック、ロボのピクニック。あ、本当だ、プールだ。ホタファイまだ届いてると思う、ここ。あ、そうだ、マイクせっかくだからちょっと口元に置いときゃよかった。よっと、プールありますね、確かに。知らなかった。泳がないっす。寒いからやめとけ。 SK 企画っていうのはなんか建物に書いてある名前なんですかね、この辺りの。露天風呂か、すでに防火層とかしてます。防火層、まあでしょうね。一応これがなんか機械室的なものなのかな。なんかたくさんポリタンクみたいなのが入ってるけど、どっちなんだろうな。左側かな、右側かな。右側に建物ないから左側なんですかね。あそこの奥の方の家には、あの一番最初の頃、この辺り開拓の頃に来たっていうおばあさんが住んでて、あの前とつてもらったお餅をおすす分けしてみかんもらったことがあります、代わりに。泳がないよ。カラフルタイヤ、あれ工程のやつですね。よいしょ。幼い。幼い。
まだまだお帰りしないと。ああ、寒そうですね冬は。なよいしょ。小学校1年の時は木造校舎でした。あ、ほん私はコンクリだったな、小金石小学校は。親と俺と弟3人同じ校舎。え、小学校ですね。小学校もうないですけど、校舎は。でも2階建てだったから、2階建ての木造校舎。あそこのドアが、ドアじゃない、窓が1枚破れてるんですよね。あそこプラスチックの板で、が貼ってあったけど、もう内側に倒れてしまって、今あそこが開きっぱなしになってます。あ、そうですね、あの横のやつは刺さる。うん、今やったら大変でしょうね。おかわり。これ了解しました。これ入れる本数の比率でどうにかなりそうですね、そのあたりは。それうちにもあります。わら、その5パック増えすぎじゃないの。それカフェお願いします。これを置いて、すれ違いが発生した。え、あ、本当だ、車のすれ違い発生した。加納さんはまだお湯あります？あります、あります。あ、じゃあいただきます。まだ1杯以上は。これで使ったらちょうどなくなるぐらいじゃないかな。あと1回分ですね。山の上でインスタントコーヒーおかわり。外で飲むコーヒーはシチュエーション的なうまさがありますね。味的にはまあインスタントコーヒーなんだけど。コーヒー、これ富士山の上で飲んだら高いですよ。まあ、富士山の上だったら何でも高いんですけどね。100円ショップでマグカップ買っちゃうぞ。ああ、マグカップ。それもあったかもしれない。若干こういい感じになるかもしれない。うん、紙コップよりは。そうですね。で持って帰っても使えるし。あ、よいしょ。ちょうどぴったし。おう、あちゃちゃちゃ、あ、本当ぴったりでしたね。ぴったりです。あ、牛乳とか売ってたら大変だろうな。あ、でも5合目でそれか。5合目は車で行けるからそんな高くする必要ないと思うんですけどね。で、富士山頂は人がも運んで上がるからえらい高い。カップラーメンが1杯700円とかそんぐらいですね、あそこは。ああ、結構ホイコーローのさっきのタレが取りつったな。まあいいや。村人の人が、村じゃないけど、町民の地元の人が歩いて。富士山ってカップラーメン持ち込み禁止？持ち込みは禁止じゃないでしょうね。自分で持ってくる分にはいいんじゃないですかね。多分。お湯を貸してくれるから、うん、タコ部屋、ああ、狭いのは狭いでしょうね、あそこ。お湯は圧力鍋とかないと沸かない、熱くならないというのはないんですかね。ああ、そうですよね、標高高いから。あの人は前話した人かもしれない。あそこ右の建物なんでしょうね。 AED が置いてあるって書いてある、ね、あれ、どこに、あの右側の建物、あれなんだろう、公民館みたいなやつですかね。地元の人が前に話した人だったかもしれない。おばさん、おばさんっぽい人です。
イドが。そのまま山の中入ってきました、あのおばさん。そのばあさん魔女だよ。富士山の山まさかウィッチかウィッチ。冷蔵庫から。どこでしたっけ、つい最近なんかどっかの島かなんかので、ええ、魔術使ったとかなんとかで裁判になってるとか。魔術裁判？魔女裁判か。いまだにそんなところあるんだと思う。スペイン宗教裁判。そうか、その手のネタは全部一通り群馬ですね。うん、この学校廃校になっちゃってます。高松分校。うん。あり、あり。イオナズンって、ドラクエか。また、あ、郵便局だ。うん、郵便局はもう来なきゃいけないでしょうからね。今郵便局の車が通過。でも寒いところゴキブリは苦手ですよね。虫の話すみません。私虫は基本的に好きです。ただ G だけは例外ですけど。小学校の頃にの辺、あ、この辺に、あー林間学校か。キャンプできるようなとこあったかな、ここ。ヤフルギの方ならありそうですよね。ああそうかも。あとは丹沢君。そう、廃校で保育路。そう、私はですね、子供の頃あの福岡の実家で、まあ、木造っていうか結構古い家だったんですけど、最初の頃は高校か大学の頃にもう移ったんだったかな。でその時にですね、あの土間の台所に夜中に電気つけたところにゴキブリが 5,6 匹見えたことがなんかトラウマになってるせいか苦手なんですよ。じまあ九州だから結構多いですからね。だからってこともないかな。最近北海道でもいるらしいじゃん。市街地はなんか昔からなんかいたってきますね。あの繁華街的なところとか。もうその家は残ってないです。中庭で亀飼ってたんですけどね。潰さないと潰すのも、でもそれはあの実害というか、あの本当に意味がある恐怖ではないと思ってるんで、できれば克服したいです。ゴキブリはちょっとあの手で弾いてどっかやるぐらいのあのなんていうか強さになりたいです。ごちそうさま。お肉も分かってるよ。ん？お肉？素手じゃ無理。寒い中の いや素手でもそんなに実害ないはず。ハエとかカの方がやばいですよね。病気媒介したりとかするから。ゴキブリの方が実はないはずなんですね。そろそろウックからクムが来るよ。いい、ごちそうさま。ハエとリクモは可愛い。ゴキブリだって色がもっと違う色で。ちなみにあの手塚治虫の火の鳥だとゴキブリ食う描写いっぱい出てきますよね。未来世界では。食料になったら強そうですよね、何があっても生き残りそうだから食料にはない。育てる必要もないし。じゃあちょっとこのオリーブオイルが間違って焼かないようにまた厳重に封をして封印完了。食べてた G を。あれもなんか別に毒じゃないんだろうから食べられる強さは欲しいな。今食べたいと思うわけじゃないんだけど食べられる心は欲しい。
岡和彦、和彦さんいらっしゃいませ。もう別に食べたって毒じゃなければ。あ、でもこの手の話あんまりしてるとまた本気で嫌がる人も多いだろうな。私はなんていうか、あの SF とかでこういう突き詰めるとそんな必要はないっていうような考えに染まっちゃってるんで。何時？ 3 時？ 3 時だ。あ、3時だ。何のメロディーだっけ？なんか聞いたことあるけど、なんだか思い出せない。金太郎かなんかですかね、足柄だと。あ、そっか。だったかな。あ、鉄道消化でした、今の。金太郎じゃなかったっけ？違うか。鉄道消化なのか今のは。カレーができましたの曲なんてあるのか。ネリーの高速でツイートしてくる人が登場曲みたいな。さて、じゃあ片付けるか。片付け方向天然。ん、あ、初見さんいらっしゃいませ。全部ゴミだけですよ。ゴミだけです、ここは。こんな偏僻な場所が未だにあるんですね。偏僻な、まあ向こうはなんか開拓地だったらしいんですよ。で、ですね、まあ、あの直にさっきの人だったかもしれないけど聞いたことあります。なるほど。調べたらそんなことが書いてある。戦前だか戦後だか書いてある。で、その時に入ってきた人がまだ住んでるんですよ。そうです。今来た野外料理行きたい。惜しい。ん？惜しい。惜しい。もうちょっと早く。キャンプ、私は道の駅キャンプっていうのやってます。本当に山の中にキャンプするのは不便だから苦手だけど、民間、あの普通に街中にの公園とかでやるのもなんか人の目が怖、あの迷惑かけるのも怖いし、それで道の駅だったら比較的公共性が高くて他に泊まってる人も割といるんで、道の駅キャンプっていうのをしょっちゅうやってます夏は。うん、よし。マコの水の方はまだ入ってますよね。あ、これです。お持ち帰りください。そう、高松山開拓時代後片付け。そうですね。これってもともと横ついてるの？ああ、それはそうです。あの輪行の時に間に挟んだらチェーンの汚れがついて。 ありがとうございます。箱根も通行手形が必要です。さすがに手際がいいですね。群馬はネギを持っていれば OK です。手拭きます？あ、いや、手は特に、ええ、大丈夫です。
を持ち帰ることになる。これギャツビーの匂い。そうですそうです、さっきズボンを拭いたりとか一生懸命したんで。これあれだ、バキャニの匂いじゃない、あのさっき自転車欲しくなってきた。あ、なるほど、結構匂いきついですね、これ、うん、まあ、結構あのすごく特徴的な匂いではないんですけど、もちろんラーメンズ、ロボさん、お腹出てきた。なんかゴミが食材の時よりも増えてるな。あー、そう、全部展開した状態の中に入ってるから潰したりするとよかった。冬は動物は太ります。ん、やった。これはもうこっちに、待てよ、いや、つなぎ替えて、でもこれ途中で切れそうだな。うん、やった。これで充電できたかな、また。うん、一応できてるけど、これ途中でなくなるんですよ、なぜか。1時間半ぐらいたん。さっき肌のさんやご、ぬこも丸々してる。まあ、今見た間にあのアンペア数のでかい方から充電してたんで少しはプラスになってるはずなんですけどね。横顔。あと1時間、まあ、1時間半ぐらい持ってばゴール。うん、なるほど。それで最近体重が90キロ超えたのか納得。自分からバンバンする。冬眠すれば60キロに。移動こっちみんな。よし。折りたたみ椅子、配信に便利。自分が座るんじゃなくて配信。主にあのカメラ台と。カメラ台。荷物多いね。小学校で遊ぶ大人たち、フクロウ食べたらテーブルをフクロウ。さて、じゃあようやく小学校を満喫いたしました。あの配信のやる気がな、配信というか自転車乗るやる気がなくなっている時もこれはやろうと思って数週間前から思ってたんですよ。坂上がりが本当にできたのに、ちゃんとできたのに。動きたくなくな、それありますね。よっと。できたできた。燃焼、いや一応燃焼は、宮地岳神社とか柏宮とか走りましたよ、実家で福岡の。よし、これであとは準備は特にないかな。ここいいですよね、ダジャレには触れずに。よし、